はい、どうも皆さんこんにちは、レッドです。今回はガンランスの超火力装備をご紹介したいと思います。ガンランスの動画すでに何本か出していて、基本的にため砲撃を使った立ち回りを紹介してるんですが、今回はフルバーストをメインで使っていきます。こちら今装填してる弾を全弾発射して大ダメージを与えるという大技になってます。一撃の火力が高い分発動がちょっと大変という技なんですが、今回このフルバーストを超お手軽に連発して高火力を出す装備というのを用意しました。普通に使おうと思うとコンボをつなげていく必要があって、ある程度被弾リスクもあると思うんですが、とあるスキルを装備することで逆にフルバーストを安全に連発して大幅火力アップを実現することができます。なので今回はフルバースト型ガンランスの立ち回りと最強装備を映像付きで詳しく見ていきたいと思います。まず最初にフルバーストの操作方法を一応見ていくんですが、基本のコンボとして切り上げ攻撃、叩きつけ攻撃でフルバーストという3連コンボがあります。手元の操作としてはまず長押しからの上スワイプで切り上げ、次にもう1回上スワイプで叩きつけで、その後画面タップでフルバーストが発動します。今装填している弾を全て発射する技で、この映像では4発同時発射ということになります。ガンランスの技の中でもトップクラスに火力が高くて、特に瞬間火力を重視した技になってます。当然弾が多ければ多いほど火力上がっていくので、砲術をレベル3以上にして装填数を上げるっていうのが重要になります。また砲撃タイプに関して、通常型がもともと装填数5で砲術込みだと6発になるんで一番火力が高くなります。なのでフルバーストに特化して戦う場合、基本的には通常型のガンランスを使うことになるんで、通常型にとっては今回の内容特に重要になってます。ただ僕の方で通常型のガンランスがまだあまり強化できていないっていう点と、放射型でもフルバーストを使うメリットというのがあるので、今回とりあえず映像では放射型を使っていきたいと思います。というわけでフルバーストは瞬間火力の高い技で、物理攻撃を2連続でやった後3コンボ目で発動ということになります。長押し上スワイプ、上スワイプで画面タップですね。ただフルバーストにはデメリットというのがあって、まず最初の物理攻撃についてはモーションがちょっと長めで被弾しやすいので、基本的にモンスター側に大きな隙がある時じゃないとフルバーストまで行くのは結構大変です。またモンスターと離れてしまった場合も、一旦近寄ってからこのコンボをし始めないといけないので、安全に攻撃できるチャンスっていうのはどうしても少なくなってしまいます。なので実際の狩猟ではフルバースト連発っていうのは結構難しくて、特に通常型のガンランスはフルバーストを使わないとなかなかダメージが稼げないということで、扱うのはかなり大変だと思います。ただそこで活躍するのが今回の目玉、ジャスト回避ということですね。ガンランスはジャスト回避からフルバーストに繋げることができて、具体的にはジャスト回避直後にまず上スワイプで叩きつけ攻撃をして、その後画面タップでフルバーストが発動します。こっちのやり方だと最初の突き上げ攻撃がなくてコンボが1段階少ないので、フルバーストも結構お手軽に発動できます。またジャスト回避をするイコール基本的にモンスターの近くにいるわけなんで、その場ですぐにコンボをつなげていけばミスショットすることもほぼありません。モンスターは突進攻撃みたいにハンターに近づいてくる攻撃をよくするんですが、あえてそれを待ってジャスト回避からこのコンボをつなげていけば、それこそすごいお手軽で DPS も高いので、めちゃめちゃ楽しくガンランス使えると思います。で、肝心のジャスト回避について、あくまでジャストのタイミングじゃないといけないので、素でやろうとするとちょっと難しいということで、今回ジャスト回避強化をがっつりつけた装備を使っていきたいと思います。では実際の狩猟映像を見ていきます。装備構成は砲術3、ジャスト回避強化3、回避距離アップ3という感じになってます。これで装填数プラス1で、かつジャスト回避もすごい簡単にできるんで、相手の攻撃が来たらジャスト回避してさっきのコンボをつなげていけば、いわゆるお手軽効果力というのが実現します。こんな感じでジャスト回避からの叩きつけ、そしてフルバーストですね。で、一旦リロードするんですが、この後相手の追撃が来た場合はまたジャスト回避して叩きつけフルバーストということで、ここでモーションも短くてダメージ効率めちゃめちゃいいです。またフルバーストは撃ち終わった後に硬直が少しあるんですが、横にスワイプすることでこれをキャンセルして回避ができるんで、後隙を突かれることもほぼありません。で、今砲撃タイプとしては放射型なので、通常型と比べると弾が少ない分瞬間火力は少し下がるんですが、ため砲撃と組み合わせて立ち回ることができるんで、全体的な性能はかなり高いと思います。モンスターが遠い場合は基本的にため砲撃で、近い時は物理攻撃からのフルバーストのコンボが使えます。特にジャスト回避した直後はサクッとフルバーストを打って一気に倒しに行ったり、 V 破壊を狙うこともできます。というわけで、まあここに関しては放射型でもフルバーストを使うべきなのか、皆さんのご意見もぜひお聞きしたいんですが、僕は放射型であってもフルバーストを組み合わせるメリットは十分あると感じていて、何より使っててすごい楽しいと思ったので今回ご紹介しました。まあただ一番メリットが大きいのはやっぱり通常型を使う場合だと思います。で、ジャスト回避についてなんですが、これはいろんな動画で言ってるようにジャスト回避強化レベル3くらいついてるともう目に見えて簡単になるんで、これに関してはフルバースト関係なくおすすめのスキル
になってます。ガンランスは自動で一発装填されるっていう仕様になってるんで、火力面でも重要と言えます。また砲撃ダメージと弾の装填数も重要なので、砲術に関しても当然必須級のスキルになってます。というわけで今回の装備としては、まず防具が上から順にリオソール、バサル、カガチ、ジンヨウ、バサルになってます。でスキル構成はまず砲術レベル3で装填数プラス1で、それ以外にジャスト回避強化レベル3、回避距離アップ3という感じになってます。ジャスト回避についてはカガチアームとジンヨウコイルに1個ずつついていて、それプラスカガチアームに連星で1個追加してます。で武器については今回通常型で強化できてるものがあまりなかったということで、今僕の中で一番強化が進んでる大骨重装をグレード8の1で使ってました。では次にフルバーストに関する注意点も見ていきたいと思います。まず火力については今装填してる弾の数に依存するんで、例えば残り1発の状態でフルバーストを打っても1発分の火力しか出ません。これだとむしろモーションが長い分時間がもったいなくて、ダメージ効率は当然下がります。通常型の場合普通の砲撃は基本使わないのであまり関係はないんですが、まあ、とにかくマックスに装填されてる状態でフルバーストを狙いに行くっていうのが重要になります。でジャスト回避する場合でも残り弾数が少ないという場合はフルバーストは使わずにため砲撃を打つ方がいいかもしれません。一応ジャスト回避で一発装填されるんですが、それでも弾が少ない時は DPS 下がってしまうので、この点はぜひともご注意ください。ちなみにため砲撃はジャスト回避直後に画面タップで発動します。ジャスト回避したら画面タップでため砲撃で、上スワイプからの画面タップでフルバーストですね。放射型についてはそもそもため砲撃が強いので、ため砲撃だけを連発していても全く問題はないんですが、さっきも少し話したようにフルバーストで瞬間火力を上げれば最後一気に倒しに行ったり、特定のタイミングで V 破壊やひるみを狙うこともできます。なので放射型であってもフルバーストの使いどころっていうのは十分あるんじゃないかなと思います。また今回ジャスト回避に特化させていて、特にモンスターの攻撃頻度が高いという場合、ジャスト回避して叩きつけフルバーストですぐ次の攻撃が来るんで、これもジャスト回避して叩きつけフルバーストみたいなこともできます。これは放射型のため砲撃と同じかそれ以上の火力になりますし、特に通常型の場合はこれができるとものすごい火力アップになります。映像では放射型を使ってますが、今回特に強調したいのはやっぱり通常型で、普通の砲撃とかため砲撃の威力が低い分、物理攻撃かフルバーストで攻めていく必要があります。このあたりは全体的にモーション長くて隙も大きめなので、通常型を扱うのは結構難しいですよね。なので今回のようにジャスト回避をガン詰みして、ジャスト回避からのフルバーストのコンボを連発することで本当にすごい楽に火力アップをすることができます。見てきたようにジャスト回避後は通常よりもコンボが短くなるんで、これは冗談抜きで使い勝手いいんじゃないかなと思います。それでは放射型でため砲撃とフルバーストを組み合わせて狩猟していきたいと思います。前提として放射型はため砲撃が超強いので、これだけで全く問題はないんですが、状況によってフルバーストも使うことでより快適に狩猟できると思います。基本は遠くからため砲撃連発で OK で、相手が攻撃してきたらジャスト回避からの叩きつけフルバーストですね。瞬間火力としてはこれが一番高いので、一気に V 破壊まで持っていったり、ひるませて相手の隙を作るということもできます。でジャスト回避からのフルバーストっていうのが重要で、これでコンボが短くなってダメージ効率上がるんで、ため砲撃以上の火力を出すことができます。普通にフルバースト打とうと思うと、まずモンスターに近づいて、そこから物理攻撃をつなげて3コンボ目でやっとフルバーストということで、これはかなり長いですよね。なのでコンボ中に相手の攻撃が来てしまってキャンセルしないといけなかったり、被弾リスクについても当然上がってしまいます。その点ジャスト回避は成功すればもう 100% 安全で、その後のコンボも1段階少なくて叩きつけフルバーストだけになるんで、被弾リスク一切なしで火力アップすることができます。ちなみにフルバーストは撃った直後に画面スワイプですぐに移動ができるんで、安全面でも火力面でもため砲撃とほぼ同等の性能なんじゃないかなと思います。まあ放射型についてはジャスト回避フルバーストを使ったとしても火力が劇的に上がるっていうことはないんですが、瞬間火力の高さっていうのは明確な強みですし、またため砲撃ばっかりじゃつまらないという場合もフルバーストの立ち回りはかなりおすすめになってます。ジャスト回避については多少の慣れが必要なんですが、今回みたいにジャスト回避強化をつけまくれば正直すごい簡単になります。で一応ジャスト回避のコツについてなんですが、これはもう一つだけで、モンスターの攻撃がヒットするちょっと前にスワイプですね。今回の装備であれば結構早めにスワイプしてもジャストの判定になるんで、とにかくちょい早めのスワイプっていうのを意識すれば OK です。そしたらあとは上スワイプからの画面タップで一気にフルバーストまで持っていけるんで、これで大幅火力アップはもう間違いなしです。特に通常型はメリットが一番大きいタイプなので、今回の内容ぜひとも参考にしていただければと思います。というわけで今回はフルバーストをメインにしたガンランスの超火力装備と立ち回りを紹介してきました。普通にフルバーストを使おうと思うと物理攻撃のコンボをつなげる必要があって、モーションが長い分安全に発動できる機会っていうのは結構限られてしまいます。ただそこで重要なのがジャスト回避で、パッと回避してすぐにフルバーストまでつなげられる
るんで、これは相当な火力アップになります。特に重要なのは通常型のガンランスを使う時で、ジャスト回避強化もがっつり積んでいくことで本当に超お手軽に高火力を出すことができます。そして放射型でも瞬間火力の高いフルバーストは使いどころ十分にあると思います。まあただフルバーストに関しては僕自身も使い始めでまだまだわからないことも多いので、フルバーストの活用法や各砲撃タイプでのおすすめの立ち回りがあれば、ぜひともコメント欄で教えてください。また今後もガンランスを含めいろんな武器種を使った攻略や解説などガンガンやっていくので、ぜひとも楽しみにしていてください。というわけでモンハンナウの装備紹介やモンスター別の攻略などたくさん配信してるんで、最新動画を見逃したくない人はチャンネル登録をしてお待ちください。またすでにねたくさんの動画配信してるんで、他の動画もぜひ見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。